鳥山石炎、今弱百鬼周囲より馬星、馬小聖、馬小聖は、鳥山石炎の妖怪画集、今弱百鬼周囲にある回、馬小の霊が人の姿を撮るなどして人を化かすという、もの。今弱百鬼周囲の解説文では、馬小の生が人に化ける物語がもろこしにあり、用曲馬小はこれにより作られたと述べているが、その解説の通り、中国の、 湖海新聞ウェビス県属シリングなどの説話には、馬蕉の性が人の姿に分ける怪異端があり、土壌中の僧のもとに馬蕉の性が女の姿で現れ、非常の草木も成仏できるかと尋ねる日本の謡曲、馬蕉は、その中国の湖海新聞を題材として作られたものである。日本でも馬蕉の回は江戸時代の文献に多く見られる。中でも、 佐藤茂弘による、随筆、重量万六巻さんに、場所の回と題し、以下のように述べられている。琉球では、荘園といって、場所から繊維を取るために、場所が数里も渡って植えられている場所があるが、夜更けにそこ通ると、必ず異行のものに合うという。人がこれにあっても驚くだけで、直接的な害は受けないが、刀を手にしていれば、この回を避けられるという。 佐藤茂弘の推測によれば、芭蕉は大きな葉を持つことから、草木の中でも一際大いなるものなので、その精霊が人を脅すのだろうという。また琉球では、女性は午後6時過ぎに芭蕉の茂る中を歩くことを今しめられており、もしこの今しめを破って芭蕉の元を歩くと、美しい男性、または様々な怪物に会い、それらを目にすると必ず妊娠させられてしまうという。 身ごもった子供は10ヶ月後に生まれるが、それは牙を生やした鬼のような恐ろしい子供で、しかもその後にも毎年同じような子供を産み続けてしまうという。この子供が生まれた際にはクマザサを粉末にしたものを飲ませて殺さなくてはならず、そのために家々では常にクマザサを取り置いていたという。重量満録の馬蕉の会には琉球以外の馬蕉の会議談もある。 信州で僧侶が寺で、夜通しで読書をしていたところ、どこからか美女が現れて僧を誘惑した。僧は怒って、担当で切りつけると、女は血を流して逃げ去った。翌朝、僧が結婚をたどったところ、その後は庭まで続き、庭に植えた場所が切り倒されていた。人々は、場所が女に化けたのだろうと話したという、ありがとうございます。